3D マイホームデザイナーによる仕事例プレゼン、インテリア&エクステリアリフォームデザイン。レッスン1、導入1の A、基本操作1。 3D マイホームデザイナーの基本的な操作をご紹介します。画面を簡単に説明します。 3D マイホームデザイナーを起動したらメインメニューが開きます。ここから作業ボタンを選んで始めます。作業画面は間取りを作成する画面と 3D の画面があります。こちらは間取り画面です。画面左側の縦に並んだボタンがナビボタンです。やりたい操作のナビボタンを選ぶと、その横のパレットに操作に必要なオブジェクトが並びます。例えば部屋作成ナビを押すと、部屋作成に必要なオブジェクトが一覧されます。パレットから部屋を選択して図面上に配置すると、右側のプロパティパレットに選択状態の部屋の情報が表示されます。部屋の情報はこのプロパティパレットで修正することができます。その他によく使う機能は画面上にツールボタンとして並んでいます。すべての内容は画面上のメニューバーの中にあります。また図面エリアの周りにはメモリが振ってあります。このあたりをクリックするとガイド線を入力することができます。最初から4本のガイド線が入っています。 3D 画面も基本的には左側のナビを選んで操作をします。細かい操作は作成しながら見ていきましょう。それでは実際に操作をしていきたいと思いますが、その前に少し注意点をお知らせしておきます。こちらをご覧ください。 3D マイホームデザイナーにはバックアップ機能があります。自動保存は10分に一度行われ、直近のもの5つが保存されます。操作中に次の操作へ移れない、画面の上の方に応答なしと表示されているという場合には、自動保存が行われているので、そのような場合には、むやみにボタンをクリックしたりせず、自動保存が終わるのを少し待ってください。自動保存が終わると、次の操作に移れます。また、予期せぬトラブルがあった際は、バックアップ用の自動保存ホルダをデスクトップ等に待避の上、トラブルが起こる前のファイルが残っていないか確認してください。確認する場所はエクスプローラーを開いてこちらをご覧ください。レッスン1、1の A、基本操作1はこれで終わります。